ね、もう秋バリバリの秋のギフトだねめっちゃすごいちょっとあくびしてきたさあ今日もね短いんですけどショールームやりますよ今日は何の話をしましょう わあトンボだ <laughs> 赤トんぼだ。私、リアルのトンボが苦手なんですよね。そう。というか、リアルの飛んでる虫が基本的に苦手なのかもしれない。苦手なのかもしれないっていうか、苦手です。うん。 そっかかかかひーちゃん何時時ららだっけあれ9時からかでもちょっとテレビはね見れないというか見る時間がそんなにないんですえいとくんは飛ばないでしょうわかんない飛ぶのかなままあ、いいやでなんかそうなんか基本的に飛んでる虫が苦手なんですよねでもその中でも苦手なのは蝶々とセミと トンボなのかなえなほかにもいそうなんだけどなていうかまあ虫全般苦手なんですけどだいぶそうでもそれにはねちゃんと理由あの理由があるんですよでももうその話はめん,めんどくさいんですよねまあでもなんかまあめんどくさいって言いながらやるんですけど 何が起こったかっていうとなんか虫が苦手になった原因はありましてちゃんとなんか正午に小5の時になんか少年自然の家っていうのがあってそこに行ったんですけどその時になんか夕飯食べるってなった時になんかこんぐらいのまあまあ大きいよねこんぐらいの虫が私の背中に くっついたんですけどそしたらあの服の中に入っちゃってでなんか友達に背中叩いてもらってもなんか飛んでいかないしなんでなんだろうって思ってたらあの気が付いたらねそう首までね登ってきててその虫が。でなんか払おうとしてもなんか飛ばないしもう私怖すぎて大声で叫んじゃって、まあ、で先生が取ってくれたんですけど。 でもその日から虫が苦手というかもうダメになりましたそうはいちゃんとした理由です <laughs> で蝶々は何で苦手かっていうとなんかね小さい頃になんか表紙な何かの雑誌の表紙が少年と蝶々だったんですけどなんか少年の手に蝶々が乗ってたん チョウチョが止まってたんですけどその写真がなんかね別になんともない写真なんですけどなんだろうな蝶々の顔が苦手なんだと思うめっちゃリアルでまあそりゃそうだろうな写真だからねでもなんかえ怖ってなってそれで苦手になりましたあとこの多分クルンクルンの部分がちょっと嫌だったんだと思うそれでなんか怖くなって蝶々苦手になったんですよ でも本当基本的に飛んでる虫は苦手ですね。だってこ、なん、どこに行くか分かんないんだもん。こっちに来るんだもんだって。うん。トンボは、なんかこっちに来るから。なんかそう、虫なんか、飛んでる虫ってさ、こっちに来るじゃん。なんか <laughs>、こっちに来るじゃん、なんか。それが苦手なんですよ。セミに関しては、ほんとにあの、 予測できないあの壁にぶち当たってる時とかマジで怖くてでもあと床に転がっちゃってる時とかあるじゃんで全然動いてないと思ったらジジジジ,ジ,ジってなんか急に動き始めることあるよねあれが本当に怖くて苦月なんですよまあ虫は基本的に触れないんですけど 家の中に雲がいても無反無反応というかああ雲だって思って何もしない。雲はまだ見てられる。ああでもあと飛ばないけど蟻苦手なんですよね。なんか蟻って足に登ってくるじゃん。それが苦手。 は全般苦手ですね雲はいてもそんななにビビりはしないけどまあねでっかい雲とかだったらどうなるとちょっとはびっくりするかも。でもあんま大きい雲に遭遇しないからそうそんななんですけど。 あなんで虫の話になったんだろうと思ったらトンボのギフトからかだいぶ話が飛んだよね, <laughs> ね, <laughs> ね。苦手な動物どうなんだろう 動物にそんなすごい苦手意識をそんなに持った記憶がないんだけどどうなんだろう苦手な動物あでもあくまでもリアルの話ですあの普通に私なんか蝶々のグッズとかは好きなんですよリアルは無理なんだけどそうリアルの話ですなんか決してなんかね トンボもうイラストでも見るのが嫌とかではなくリアルの話なんでそうギフトは大歓迎ですかわいいよねっていうのは一応最初に言ったリアルの飛んでる虫が苦手っていう話なんで集まりでは平気そうなんですよねやっぱ集まりとかどうもりはほんと平気なんですよ <laughs> そうほんとに平気でもうねバンバン撮ります っつって絶対触れないからねそうバンバン取れますよ。 そうなんならあのあつ盛りというかまあ銅盛りで鬼山見つけた私テンション上がってるから「やっしゃ鬼山だ」っつってめっちゃテンション上がってるから。とかあのなんだっけなめっちゃでかい蝶々いんのなんだっけなオーサンドラアレキサンドラ みたいなアレキサンドラ・アリハみたいな名前だったんだけどの蝶々とか見つけるとめっちゃテンション上がるからねそうそうなんでテンション上がるかっていうとオニヤンマとその アレキサンドラアギハみたいな名前のチョウチュはあの他の虫に比べて高いからです <laughs> はい本当に本当にそれでテンション上がってますまあ魚はね触れないというか触る機会がそんなになかったからでもなんかなどうなんだろう魚か難しいな魚うん <laughs> でも釣りはやったことないからね。でも実際の釣りってあんな簡単じゃないよね。ま、もう、待つしかないもん。あー、虫取りはマジでほとんどしたことない。1回ぐらい公園でテントウムシ取ったぐらいですね。全然虫取り興味なかった。 自然には囲まれて暮らしていましたけど全然虫取りしなかったねそう昆虫育てたことないですねまあでもどうなんだろう、まあみんながみんな昆虫育てることはあるのかなどうなんでしょうね までも育てない人もいますよね私は育てない人でしたそうあんまね虫に興味なかったねまあそんな小さい頃から虫好きだったっていう時期もなかったんですけど私の場合うんなかったねだって蝶々苦手だったの5歳ぐらいからだから割とマジでそう リアルの蝶々苦手なのはほんと小さい頃からですねでもあんまりねなんか虫好きだなとか虫育てるなんかっていうことはなかったですそうだねなんかイメージはよく夏休みにカブトムシ取りに行こうぜみたいなな あるんですかね私実際そんな周りでカブトムシトルコいたのかなあんまりその友達とそういう話しなかったから覚えてないんですけどそう私は少なくともカブトムシをほとんど見たことないんだよねそうマジでさあの虫取りに行かないから <laughs> マジで虫取りにほんとに行かないからもうカブトムシ野生のカブトムシを見たことないんだよねなんかあのよくさ すごいあでもああでも友達がねたまになんか魚取ろうとしてたことはあったけどでも虫取ろうとすることはあんまなかったね。 女の子って森や山で虫取りしに行くことめったにないねどうなんでしょうね私は知らんや植物育てたことはありますねなんか学校でさよくそういう課題課題じゃないな学校でみんなで育てましょうみたいになあったよねみんな一人一本ずつなんか一人一個ずつ だっけチューリップの球根を渡されて育てようとか朝顔とかそういうことは結構ありましたねそうはいまあ釣りはしたことないけど近所すくいはよくやったねそう土曜夜市行ったら絶対近所すくいやってましたマジででも全然 取れんかったわ金魚なんかほらあれよくあるじゃんなんか青い鉢でなんか朝顔の場合はあのなんかあの4本ぐらいさ刺すじゃんあれ棒みたいな鶴が巻けるようなやつあれをやって夏休みに持って帰るみたいな夏休みに鉢持って帰ってなかった鉢植木鉢気のせい植木鉢じゃない夏休みじゃないか 3学期終わってからだったかななんかいつも持って帰るの大変だった気がするんだよねだよね持って帰ってたよねあれというかなんか夏休みってさ夏休み前とかってめっちゃ荷物持って帰るの大変じゃなかったそうまあ夏休みだけじゃないのやっぱ 三学期の終わりかな、一番は。なんか、いろんなさ、自分で買った、買ったじゃない、自分で作った作品とか持って帰るみたいなあったよね。あれめっちゃ大変だった。あと、トマト育てたことある。なんか、チャレンジの、私あの、チャレンジやってたんですよ。真剣ゼミ。そう。で、なんか、なんか、トマト育てようみたいなあった気がするんだよね。チャレンジじゃなかったかもだけど。そう、なんかあったんですよ。あ、でも育ててない気がする。あれ忘れました。<laughs> そう。 あ、でも絵の具とかはさ、た、誕生日じゃない <laughs> あの、夏休み持って帰ってたよね。そう、絵の具じゃない、あの、絵の宿題あるからさ。そう。そう、真剣全部やってたんですよ。なんか一応高校までやってたんだけど、中高ほとんどやってないんですよね。いや、高校もうやめてたっけ ここはやめてたかも。なんか小学校が一番やってた。小1がピークだった気がする。ピーク言うな。そう。なんかもう赤ペン先生、友達とさ、帰り道赤ペン先生出したつ、あの、チャレンジどこまでやったって話して。私も赤ペン先生出したよって中旬の、なんか、だいたい赤ペン先生って1ヶ月のなんか下旬とかで出すんですけど、私も中旬で出してて。全部やって。そう。中旬で出してましたね。 まあでも、小4からはあれだね、塾行き始めたのもあって、全然チャレンジやらなかった。なんか、努力賞シールみたいなってさ、あれ頑張って集めてカメラと交換しましたもん。うわ、努力賞シール懐かしい。でも、中学でもたまに赤ペン先生やって、出してなんか努力賞ポイントみたいなもらって、その努力賞ポイントで景品と交換してました。景品と交換するために努力賞ポイント、じゃない、景品と交換するために、もうあの、 赤ペン先生頑張ってやってたっていうところもあったんで。懐かしいな。そう、努力賞シール、あのキラキラ感すごいよね。でも、ただあれさ、なんかもう赤ペンのテスト用紙に、もう貼っ付けてるからさ。で、そこからまた努力賞。 シールのなんか用紙みたいなのにまた貼っ付け直すってなかなか今考えるとあれだよな。なんか普通にさ、貼っ付けないで、あの一緒に入れて送ってくれればいいのにって一瞬思っちゃったけど。ね、なんか懐かしい。あのキラキラ感が懐かしい。なんか小学生の頃に先生にもらえるシールってすっごい特別感なかった。なんか私なんだった小6の時に何したらあれもらえたんだっけシール。 なんかするでもいろいろあったんかなんだっけ例えばだけどなんか給食早く食べられたでしょみたいなんとか宿題よく頑張ったねみたいなんとかそういうのいろいろあったんですけどそれをんかもう全部なんだっけ あの、小学校ってさ、まあ、時間割り書く表みたいなのあるじゃないですか。私、このなんか横長いやつだったんだけど、もうそこに全部貼っつけて、あれ、どうだったっけもうあそこに貼ってたんだっけ多分先生が貼っつけてくれたんですけど、なんかそれがなんかもう、裏拍子みたいながめっちゃあって、なんかそれがすごい懐かしかったな。でも、その中でもやっぱ、ぷっくりシールってめっちゃ憧れで好きでしたね。特別感あるから、ぷっくりシールって。そう。 なんかシールってね、すごいなんか小学生の頃は特別感あって良かったよね。今も、今でもたまにしか使わないんだよね。お手紙出す時になんか貼ったりとか。そんなことしかせんけん。でもそうなんか、ぷっくりシールは、まあ立体のシールはなかなかない、あの、頻繁には使わないものだったんですよ。私の中では。で、なんかあの、普通シールってすごい、 ペペラッペラッとしてるじゃないですかでもなんかぷっくりシールってほんとぷっくりしてるからもうそれだけでさすごい特別感あったよねでも私なんかねその先生からもらえるシールの中で好きなシールあったんですよ忘れたんだけどそれを <laughs> 見,見れば思い出すかなそうそういうのあったんだよねって懐かしい話をして今日はここで終わりにしたいと思います,、えーっすね、えっと急ですねじゃあギフト見ますアーティさんキノコ大粒ちゃんもみじと 葉っぱでいいかなはいやもみじとイチョウイチョウだよねこれでアーティさんあああれアーティさん2回言っちゃった大粒ちゃん言ってないよねあやっぱ分かんないごめんね大粒ちゃんもみじとイチョウアーティさんコスモスと秋だねそうだねで大粒ちゃんトンボトンボありがとうねなんかトンボリアルのは苦手とか言っ,た言っちゃったんですけどありがとうハやちゃんさんがリスとドングリで玉國さんがえっ、ー、ともみじとイチョウと コスモスモ桃の天ぷらさんハート100個アーティーさんタコさんハルにゃんさんがコスモスはやちゃんさんがもみじとイチョウとコスモスでアルアアルビンズランクさんなんかお寿司と雲があるねお寿司食べたいなだるま飯田裕一さんもみじとイチョウハルにゃんさん秋だねありがとうございましたじゃあえっ、ー、とランキング4で終わるね13位 飯田ひろいちさん、十二大粒ぶちゃん、十一キャトルさん、十位海海さん、九位ロミツさん、八位あくま広島県民さん、七位タクトさん、六位カラスのカーコさん、五位アルビンズランクさん、四位夏目さん、三位玉国さん、二位アンティさん、一位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日。おやすみなさい。またねー。ありがとうございました。おやすみー。